リーシェンロンは、シンガポール共和国の政治家。現在、第三代首相、人民行動党初記長、国府リークアユーの息子、八家人。ロシア語、マレー語、カゴ、英語が堪能。2002年リンパシを発病後、復帰した。第三代首相就任以降、父と同じく権威主義的政治体制、いわゆる開発独裁を体現し、シンガポールの さらなる経済的繁栄を目指している。趣味は読書、散歩、クラシック音楽鑑賞、パソコン。キリスト教聖公会の信者でもでもある。第一次、第2次、テイリー・シェンヤンは、元シンガポールテレコム総裁。ホーチン夫人は、政府系投資会社、テマセクホールディングス元社長。2006年、2015年に、北海道に家族旅行で訪れており。 2013年には休暇で富士山を訪れたという小泉純一郎の靖国神社参拝を地域で日本の占領を経験した国に悪い記憶を思い起こさせると批判し全般をあがめる対象にすべきではないと語っている2014年には米ワシントンでの講演で日本と近隣諸国は第二次世界大戦から脱却しない限り日中間の 関係は損なわれるばかりだと主張。この背景として、日本が従軍安婦や侵略の歴史に対して曖昧な立場であることを指摘した上で自律的に検証報告する必要性を強調した。同時に中国、韓国に対して日本に繰り返し謝罪を求める姿勢はやめるべきだと戦後70年を迎えるにあたり、 より建設的な関係修復を望む胸を話している。日本の国連安保理常任理事国入りを支持している。ありがとうございます。